こんにちは、ジャスト株式会社代表関根関です。今回はなんていうのかな、トラブル、人間関係でトラブルが起きた時の対応だよね。トラブルって私が考えるにはこう争奪戦なんだよね。こう主導権とかエネルギーとかいう感じで、よくこう言ってるんですけれども、うまくいかない人間関係って、どちらかがどちらかがこういあのある、あるものになってるんだよね。一つは何でしょう。脅迫者ね。脅迫者になってる。であともう一つは、批判者。読めないね、ちょっと薄いいや、な。大丈夫です。脅迫者。あとは被害者。被害者になって、あと傍観傍者。観者。少なく、ちょっと変えないといけませんね。はで、この4つ、い。こっちが書けるな。傍観者ね。この4つになっている。あいつ嫌だなと思って、あいつちょっといろいろ、なんかあれだよね、すぐ怒鳴ったりして嫌だなとか思ってたら、自分もどっちかになってる。被害者になってたり、傍観者、あいつだってできるだけ近づきたくない。で、逃げてると、ますます来るから、ね。で、批判者、何かになってる。で、基本的にみんなこう心の中にね、精神的なエネルギーを入れるコップみたいなのがある。で、それを奪い合ってんだよね。で、例えば脅迫する。例えばちょっと朝から機嫌が悪いと、そうしたら機嫌悪い、なんか寝不足かもしれない、なんかサッカーのチームが負けたかもしれない。で、朝から、そうするとこうなんか機嫌のいいやつ見て、ちょっとなんかミスがあると、これとうまく違うんじゃないかみたいなことで奪うんだよね。で、奪われたやつはなんかもう、で、こいつでもあんまり歯向かいたくないんで、ちょっと今日はあんまりコミュニケーション取らない、傍観者でいいよとか思ってると、ますますこう取りに来るんだよね。大体いじめられっ子は多分この関係だよ。こっちにな、逃げよう逃げようとすると余計。で、どんどん説教して、説教長いなとか思って、もう帰りたいんだと、お前ちゃんと聞いてんのかとか話になって、どんどん こういうことが、なんかイメージ湧くイよメーね。ジつきます。でね、一方がどちらかになってた時、自分をここから守る方法があるということに気づいたね。っていうか、このメカニズム大体わかるよね。なんかわかんないこととか、不明な点とか。で、これもね、ちょっと理解するのが結構難しいんだけど。いや、大丈夫。相手がその、エネルギーが不足しているときに、エネルギーを補うために、どういう行動を自分に対して取るかということですよね。基本的にうまくいかない関係っていうのはこう争奪戦ね。そう、エネルギーっていうとなんかさ、こうあれなんだけど、どっちが上か下かなんだよ。昨日あったね。昨日ちょっと自動車、保険扱ってますので、自動車事故がありましたよ。結構の自分、本当は悪いと思うんだけど、自分は一切悪くないと。ただ、その情報は、ただね、保険会社とか、客観的に見ると、どうもこの人は悪い。で、その情報を伝えると、いきなり声高になって、そんなことはないとかいう話になる。で、これは脅迫者なまんさだよ。に脅迫者でした。で、俺は法律を変えることができる。本当か、わあ、わかんない。俺ほど強いやつはいないみたいな話。もうこっちだよね。で、こう反転させようとするんでね。っていうのがあったね。で、それをね、プロテクトする方法がある。ビジネスでもこういうシーンいっぱいあるよね。あります。職場でもあるし、家族でもある。で、人間関係至るところである。多分ね、よく会うの、多分お医者さんなんかもしょっちゅうじゃないかな、これ。はっきり言ってね、苦情受付のコールセンターはもうこれが仕事だ。すごいね。母親なんかは常にこれにさらされて、子供たち。ちょっと一旦閉じましょう。で、続き、どうしたらいいのかっていう続きですね。どうもありがとうございありがとうございました。